ことの真相を知った東卓軍の面々は怒り、玉物前封印に協力することを約束。商会に一軍を与えて加勢させることを決める。その頃、剣閣の地でも同様の騒ぎが起きていた。玉物前の謀略で、蜀徳川連合の英雄たちは疑心暗鬼に陥り、内乱にまで発展しつつあったのだ。徳川家康たちは、商会と合流して剣閣に急行する。偽の英雄さえ見つけ出せれば、事態は好転するはず。英雄たちは混乱の中へと身を投じた。これは、仲間割れというやつか。随分馬鹿げた状況だな。無論、普通ならばこうはならぬ。すべては玉物前の力ゆえよ。彼女の術は、それだけ完璧なのですね。私たちで、偽物を見破れるかどうか。見た目じゃ区別できねえよな。一体どうやりゃいいんだ？一人ずつ、話を聞いてみるか。地道だが、他にうまい方法もあるまい。うん。急ぎ偽物を探し、無益な争いを止めようぞ。研鑽の成果、披露しましょう。関羽軍の増援か。わしらは敵じゃねえって。今だ。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。任せねえ。まずは関羽軍と合流し、事情を聞こうぞ。参ろうか。この馬鹿げた混乱を沈めに来たのか。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。始まってしまっておる。早う偽物を見つけ出さねば。幸いまだ大事には至っていません。説得しながら偽物を見極めましょう。助けていただきありがとうございます。救援かたじけない。これも偽物の仕業か。どうしよう、争わせるか。汚ねえぞ。西に技法を持たせた伝令兵を伏せておる。敵陣まで導けば多少の争いを抑えられる。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。助かったぞ。敵もまた見事なり。
私の知略に勝てるとお思いか。ことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。なんとくない。くだらないな。どうりも後先も考えずに争うと。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。おお、一段と冴えておいでですな。が争い血を流し合う。この戦場はまるで地獄へね。張飛を助けたい。それなら北の投石機を使うといいわ。このような争いをするべきではない。だが私はどうする。反則、お父さん倒すしかなくない。こうなったのって絶対あの人が原因だし。存じた。お任せを。今です。今欲しいが泣かせねえ。引かねば敵将を撃ち取ったり。アイロン。撤収となる。敵将を討ち取ったり。
お前が真の三国無双だ。さすがのお働き。お、増援か。ありがてえ。人間同士が相争うとは、なんと悲しい状況でしょう。皆望んで戦っておるわけではあるまい。我らの力でどうにか止めねばならぬ。おお、一段と冴えておいでですな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。ハウド、あなたを疑うわけではないのです。私は皆の真に報いねばなりません。こうよ、その心意気や様子。ならば互いに死力を尽くさん。敵将そうだ。敵将撃ち取ったり。次こそ我が知略でお前を倒す。片付けない。この本命、どちらかが倒れねば終わるまい。全員無事助けることができたか。拙者はこの戦の決着をつけねばならぬ。敵本陣へ赴き、その真意を問いただ。さん、開門せよ。将たる者、凛として決着に臨むべし。父上、ならば私は軍神の子として。
全力で参ります。うん、今もせっさらはただ互いの軍を背負う将なり。任せねえ。これでも食らいやがれ。お任せを。今です。ここで死ぬつもりはない。敵将を討ち取りました。冴えておいでですな。今なんぞ尻尾のようなものが見えた。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。これ以上は千なきことか。おめえ何する気だ。逃がしません。あのあやかしの飛びゆく先に誠の敵が待っていよう。なんとか争いは収まったか。まずは住みたり。この世界にも意地を示せたか。私は偽物に騙されていたのですね。皆さん、父上、申し訳ありません。お主だけが悪いのではない、観察。拙者もこの戦いを止められなかった。賜物前の変化の術は私すらたやすく見抜けぬ。人の子が騙されたとて何を恥じることもない。尻尾の行方は我が戦術で突き止めてある。賜物前の行方を探る上で大きな収穫であろう。おお、尻尾の行方が分かりましたか。そこに賜物前がいるかもしれませんな。これ以上彼女の好きにはさせません。見つけ出して心境のことを聞き出さなくては。不可解なのは賜物前が心境を入手した経緯。よもやあの事件に賜物前が関係しているのか。どうかしやしたか、太公母殿。いや、今は雑念にとらわれている時ではない。尻尾の飛び去った先に向け急ぎ出発しよう。天産の成果お見せできたようです。